はい、どうもゆきです。今回もドカポンザワールド続きやっていきましょうということで、出た出た、またネガティブなやつ。何よ、火事、大災害。これ前あったぞ俺。なんか俺のヨーロッパエリアのなんかあの火災のやつやんこれ。なるほどね、一回ありましたね、これなんか、村焼けて、ドレスがなんかあの、蹂躙した、あのイベントっすね。俺、でももうヨーロッパエリア一個も村持ってないんで、まあ、OK かな。うん。さあ、前回同様。まあ、二周取ったか、前回は。で、借金まみれの勇気とドレス。でエースとミスターがもう借金返済か。で激闘を繰り広げる。ミスターここで負けてくれんかな。ゴリゴリに激闘、次で終わりそうやなこれ。でここでほんまやったら俺があの魔法を打って止めるのが一番なんですけどね、止められない。お金返済したいな。黒字になったらね、うーわ、もうまた赤にまみれる。ここはアイテムかな。また1週間早かったらちょっとあれですね。何がえ？お楽しみの種、3倍。肉り、まあ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 、悪くないんじゃない？まあまあ、使えるんじゃないですか、肉りは。あそこの、なんか一方通行のところのお宝マスというか置かれますか？あそこ結構ね、見入り良かったんで、あそこ行きたいっすよね。ここでは全然ヒューのしょってお前。舐めるなお前。ドレスは絶対アキエ村に飛びつく。ほら。嘘ついた。ごめんなさい。ボーンファイターボコって気持ちよくなってる。やばいやばい。さあここでレプリカが勝つというなんか奇跡大きいんですかね。まあですよね。うーきつい。まあどっかは、あ、じゃああれや、俺村での失ってるんや。ナイト大魔道進化の鍛冶屋さんを探してるそうです。ガッツか。ナイト大魔道進化。大魔道しか極めてない俺。結構道のり長いか。ナイトってどうやってなるんだろう。進化。めんどくさいと怒られるかもしれんけど、結構ここは、やりがいありそうっすね。5! いけるか？よしよしよし。50万ぐらい引け、50万ぐらい。ほら、25万があるからね。8万。まあ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 、いいんじゃないですか。一方通行やから、ここにいくり使うか。1でてまた30万引いたら終わりですからね。はい、全店お休みですよ。皆さん、僕は戦闘してないからね。めちゃくちゃ早いですよ。もしかしたら今回も2周分取っちゃうかもしれない。てくてん言うてるわ。水曜のね、なんかフードバトルあったらもう、完璧ですわ。お、魔法。ヘルピュー。どうすんのそれ。コロリ持ちが結構きついんですよね。ミスターの近くに行けない。俺見えてるもん。いや魔法打ちてマジで。魔法打つチャンスいっぱいあったのにな。俺がお金持ってないから。にガキの、まあ悪くないですね。これ食うてからモンスターのとこ多分行けますよ。レプリカのとこ。レルレルレル。あと5万か。よう頑張ったよ、ほんま。むちゃくちゃやったんで30万背負ったからな、俺。それを5万まで返済したというか、5万までよう取れましたよね、ほんまに。ニューヨーク行ってから行きたいな。はい。ここで5万以上取ろう。5万以上。5万以上ないんけ。5000ってバカ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 。2出すか、2。見出そう。
水曜のイベントもなし。借金背負ったらもしかしたら、あれ、一人でも借金背負ったらもしかしたら、あれか。レース系ができないんかな。おそらくですが。何で俺見てるんや、俺。写真打ったら、うぃぃぃぃぃ。はっか。あ、何？所持金の半分ってこと？飛ばします。写真打った瞬間価値下がりましたよね。あれなんだ、なんだ？元々の写真の価値があるんかな？ちょっと変やったっすね。17万5千円から半額になりましたもんね、あれ。5。まあ、そうでしょうね。秋村。もともとドレスの街でもあったか。さあ、ニューヨーク行こう。ニューヨーク行ったら多分ね、借金返済できますんで、借金返済して魔法と、アイテム買うて、ガマ丸行く。まあ、ミスターぶち殺したい。ミスターぶち殺してガマ丸行くか。そうですよね。もういいから、このコンボ。マジでだるい。コロリになりに来たからな、こいつ。わ、やばい、ミスターがちょっとね、結構来てますね、これ。ステータスも悪くない。で、結構安定してますよね。3。ホイズンスモーク、ナイス！それはナイス。それは超でかい。一旦でもやっぱね、ちょっと足止めしたいですよね。4万何本。1か2。ナイスー。これは来たんじゃない？ニューイヤーク。はい。これは来ましたよ。借金返済ですよ、多分。頼む。黒字になって。よっしゃ。まあ、5000。5000ではちょっとあんま買えんか。まあ、道中お金拾って、足買いましょう、足。うん。3倍が2000円やったんかな？ちょっと覚えてないですね。さあ、バイン使ってどうする？よ、うん。竜の洞窟のガマ丸完全無視っすよね。うわ、なんで、ちょ、俺にはキラリン全然ないから。トゥンテッテですか？お、やばい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 。うわ、終わった。絶対俺にグリアーン、お金。もう。まあ、今、でもお前27万ぶっ飛ぶからよ。いや、教会か、こいつ完全に。教会か。ちょっとご利用は計画的にやな。で、ミスター送ろう。ドレスには送れない。ミスターに送りつけ、とりあえず今持ってる所持金を、ゼロにさせましょう。ポイズンスモーク、何か起これ。まあ、勝つわな、確かに。さあ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 。お、これはありがたいか。まあ、ただ、ブラックメールが来るのは間違いないんで、3万ありがとう。よし、これは足がかりになりましたよ、完全に。アイテムっていうか、あれ買いたいな。まあ、送るよね。そうだよね。わ、教会行く、こいつ、絶対。22。うまいやん、絶対。ずる。まあ、でも、納めてる金、お金の数は多分僕の方が多分一番上なんで、まあ、ここは狙いたいな。多分僕なんすよね、ブラックメール。もしくはミスターかな。1位多分狙うと思うんすよ。いや、
や、このコロリめんどくさーちょ、魔法皇帝もこいつ楽にしてやろう、ほんまに。このドルドルギュッってやつマジでめんどくさいもん。ずっとうーってなってんの、ほんま腹立つもん。モンモンかわすか、こいつ。何？奇跡の雫くれない？食案がお休みということもあって、よいしょ。そうですよね。すいません、席。ワープマスが近い方がいいんですよね、正直。こっちの方が早いか。アイテム、あかん。はい、電車対策失礼。いいのがいっぱいありますね。よし、これでかい。3倍に使おう。3倍に使ってアイテムへ行こう。よし。ちょ、待って、もうこいつずるいって、このブラックメールの寝かせ方。7日はいけるよみたいなやつやめてよ。前もね、なんかその宇宙船さらわれたドレスが、まあ僕送ったんですけど、1週間まるまる寝かせましたからね、こいつ。お、あー、じゃあ攻撃力か。びっくりした。地味強っすよね、地味強。僕みたいなのが戦士になってもいいかもしれないですね。いかんのかよ、お前。使えんぞ。え、ちょっと待って、使えんぞ、マジやばいやん、それ。おい。その使えんぞはまずいぞ。俺に来るか。もうええって、そのコンボだるいから。多分 HP 減ってたら活動損傷、それやばい。日曜日や、もう一周や、絶対絶対もう一周。これは僕が悪いんですよね。あのお金マス行ったりだとか、うんちゃらかんちゃらやってるから。正直言うと、まず魔法焼きたいですよね。666の18出す。よーし、行こうか。魔法屋行けたら嬉しい。ここか、魔法屋。その道中で自分が行けるところといえば、ここか。ですよね。こっちに帰るメリットはない。よし、ここアイテム行こう。アイテムさらいつつ魔法屋行って、とりあえず足止め。とりあえず足止め。絶対に足止め。コブチョキ。初めて略したコブタの貯金箱をコブチョキって、恥ずかしい。てん、てん、てん、てんですわ。ここクリムゾンしてから速攻セーブするから、俺もう。初期お疲れ、ありがとう。資産はあけど、お金ですよね。はい、クリムゾンします。35周目ありがとうございました。さあ、戻ってまいりました。36周目行きましょう。ここで30分以内で収まったらちょうどいいかな。うん。行けちゃいそうですもん。17、8分ぐらいだったらねえんですけど、またダム、なんなんもう。ドカポンジョ何？バーン言うてる。それ気か。おい。お、マジかよ、ま、あれれ、やらへんがな、お前も。うわ、マジか。えぐ。だとするとどうするか、この1週間。食案までお休みなんで、おい、おい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 、お前でしょうね、でしょうね。何笑とんねん、こいつ。とりあえずミスターを押し返すか。そう、お金はね、少しでも手に入れとかないといけない。六クリで、まあ、秋村に行くか。テンポよく行こうよ、テンポよく。戦闘も飛ばすからよ。やられたなぁ。本当は魔法屋よって、ミスターを止めたかったんすよね。マジでやっちまったなぁ。
そう、これでもう楽に仕上げたい。これもう本当に、でもこいつ僧侶になったことによってしっかりとあのそれ補填効いてるから。うわ、いきそう。レプリカ、そうっすよね。さあどうなる。うわ強っ。俺が何やってんねんって話っすよね、ほんまに。うわもうマジかよ。これ闇劇のちょっとマグファーいかんか。よし。うわー毒か。毒じゃダメだ、マグファーじゃないと。くそ、ここでマグファー当たってくれたらめっちゃよかったのに。すべてお休み。これも仕方がない。待て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 。やらかしたー。やった。マジかー。これやっちゃいましたね、完全に。これ次でブラメ発動したら、完全に俺、ミスりましたよ、これ。うわ、やっちまった。取り憑かれてた。ゴロピカかヒュ。あが。頼むから動かんといて、これマジでまずやっちまった。俺としたことが。いや、まあ無職になるっていうあれもあるんですけど、失うもんが大きいな。あっちに戻るんか。第5章の南米に戻るんか。で、無職。普通マスに泊まるメリットは、デレド、きついな。この1週間ミスター止めれるのきついぞ。あ、うま。うまい。これはドレスに拍手やな。しかもミスターに、うわ、しまった。くそー、ミスターが、一旦できなかったんだ。完全なプレミ。これ、もう致命的なミスやわ、ほんまに。これ頼むぞ。わ、この演出皆さんすいません。お願いやけん、ブラックメール発動せんとって。そこだけ。そこだけマジで願う。激闘やな。頼む、お願い。もう手合わせてる今マジで。くっそ、やっちまったマジで。俺が悪い。これは完全に俺が悪い。やっちまったー。プレイミスや、完全に。なんであそこで撃ったんだろう俺。うわぁ、悔やまれる。だっす。あ、これがドカポンか。きつい。席が止まらん。ダッサマジで。ミスターがどうなるかっすね。うわ、ミスター戦ってたからブラックメールあったなマジで。うーわー、やっちまった。ミスターのね、所持金を減らすこともできたんですよ。あー、たまいてーマジで。うわ、めっちゃええ勝負してるやん。まあ、ここは僕で、無職、頑張りましょう。プラスに考えるとすれば、転職できたっていうのと、なんだ。フィールドマスに泊まるメリットか。でもなんか、無職ってなんかね、結構熟練度を上げるの大変みたいなんで、うめえな、お前、嫌なんで。来い、ウェイバー。
わ、ずる。ということはあれか。マックスなったんか、転職。ちゃうんかい。え？なんで俺の子に来えへんねん。最近俺切らないからちょっと悲しいよ、俺は。寂しいよ。今何曜日から？びっくりした、今なんかイヤホンの音が大きくなったけん、なんかあったか、これ。しかも木曜日やし、ミッドウィークのあれ終わってもうた。あかん。うわ、あのブラックメールマジで達成。俺今までね、ブラックメールかわし続けて、対応完璧ですよねって言ったにもかかわらず、ここで落とすっていう。マジでダサい。まあ、ここでミスター死んでくれたら、ちょっと嬉しいかな、ぐらいかな。うん。あ、くそ。ダッサ。あ、ギブアップか。こいつ、なんかしそう。ただいま。はい、電車対策、スレイ初ニート。まあ、でもね、プラスに考えるとすれば、あの、闇なんちゃらの、あれに、これ、ね、怯えなくていい、ネムネムに。ええの声。なんで？でも4万8000あるんや。俺、お金失うかと思った、俺。そりゃ一応プラスか。ほい。3。ベネゼー、まだまだ、まだ、はいはいはい、ベネゼラ。おお、なんかある、なんかある、なんかある。取って、当店ポルトして収めるか。よし。ラム酒サンキュー。オッケーいいよ。はーい。よし。プラスに考えていこう。ドカポンの神も、微笑んでくれるでしょう。いろいろちょっとやっちゃいましたからね、僕。今までのね、たまりにたまった、悪い部分ですよね。魔法で殺しまくりの、まあ、小ボスもね、倒しのうんちゃらかんちゃらやりましたんで、なんだかんだ言うて、バランス取ってますよね。うん。まあ、ただのプレミなんですけど、夢に出てきそうやもん、もう。あそこ一旦耐えれんっていうのがね、またミソなんすよね。勇気のブラックメールがガタガタしやがって、ほんと、くっそ。もう皆さんも思ったでしょうね。こいつなんで、特技使ってるんやろうって思った方はもうお察しがいい。たった一旦耐えれないんだもん。これで回復剤か、こいつ。こいつ死ぬんじゃん、下手したら。ちょっとダメージ計算しますか。降参してお休み。チェック。ミスター。85でしょ？で、死ぬでしょ、こいつ。おはようの瞬間に。31食らった後、62食らいますからね。おさよならーやつは。レプリカはどうなりました？ラム酒。あ、じゃあ、当店ポール落としてるやん、これ。おい。俺の当店ポールが。よし、ここはちょっと普通に行きますか。無職の経験値も積んどきましょう。怖っ。やば。でもブラックメールないやろ、もう。一回あったから。やばいってなんでやねん。おーおー、びっくりした。殺し屋。けえ、やかましい、お前。いや、お前、一回ミスってるから、お前。料金7万2000円高いんや。もうええわ、いいえ。いや、それは殺したやつめちゃくちゃおるで。高いんやて、お前。バカ、帰れ。嘘つきめって言われたけど、いや、俺が殺すから、もう。俺の直々の手で、フラワーバトンがぐちゃってなる瞬間を俺は味わいたいんや。どうしたんや、こいつ。うぬぼれとるか、自分のあれに。当たるんかい。場所が近くてあれか、パーセンテージが高いからか。
ゃあミスターは確定で死ぬということが分かりましたんで、まあちょっと安心かな。木のグローブお疲れ。俺があれしてしまったですからね、木のグローブ。さあここでドレス対エースちゃんのどつき合いあるか？ない。お金の回収したいな。武蔵してくれんかな。これで31勝で62勝。さよならですよ。降参した瞬間君は終わってたんですよ。まあでも長かったですねこいつ。どんな死に方？めっちゃリズム刻みながら。どう半分か。まあ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 、もともとブラックメールで失うはずやったお金ですからね、それ。ね。7万3000を引っ下げて、ここか、コスタリカ。狙おう。7歩。きついね。1やったら強化行く。6やったら狙う。うわ、待て、嘘でろ。嘘でろ、言うてもた。コスタリカって結構行きにくいんですね。あかんがん。はい、電車対策失礼しました。行きづら、一方通行ですもんねこれ。ムムムですね。だとすると境界マス行くか。こっちっすよね。うわどうしよう。ここやったらレゲデだっていう話なんですけど、うわやっちまった。ラム酒を預ける。待って、こいつ、あ、やっちまった。バカ野郎。まあいいや。あの、ミスターのステータス知りたかった。移動系持ってるのかどうか。いや、もう、贈り物を、ラム酒を贈ります。はい。俺の名前で行こう。はい。トーテンポールなくなったからな。お、まあまあいいですね。よし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 。はい。あ、俺あれしてない。あの、名前があるとこも披露してない。バカバカバカ。無職慣れてないが出ましたね。まあ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 。もう総括話してもいいか。もう完全にブラックメールやろ。完全にブラックメールやから。はぁ、あ。やっちゃいましたね、本当に。ボリュームパンパン。嬉しい。みんなも喜んでくれますよね、これ。ブラックメールバカだ、あいつって。はぁ、あ、くそー。借金で返せないなら、私もね。返せたもん。まあでも、そのおかげで今お金がある。で、ミスターは一回お休み。さ、来週ね、来週というかあれか。はい。通れないわか。あ、俺通さんぞ使えばよかった。ないんかーい。ないんかーい。ここ来て通れないわ使うか。お、急にイベント来だした。怖い。ドゥンテッテ、ドゥンテッテ、ドゥンテッテッテ。おお、いいね、いいね、ガツか、ガツか。なんで？なんで？あ、特産品か、5倍か。粘土利益って何？お気をつけ、ご分をお祈りいたします。最高記念力か。怖っ。で、で、で、でーんですわ。週刊ウォークありがとう。お、ミスターとのレベルがもうめっちゃ縮まってきた。怖い。資産時代を開いてるんですが、おお、めっちゃ近づいてきた。これ怖い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 。例えばでございまして、35周目、36周目、終了ということで、まあ、借金返済はできたんですけどね、36周目に、あれか、前店が、お休みということで、ちょっと、やっちゃいましたね。まあ、一番のハイライトといえば、やっぱブラックメール発動ですよね。いやー、撃っちゃったかー。なんで俺やっちゃったんだろう。ネクロマンサーの特技。くっそー、今でも悔やまれる。ミスター戦ってましたからね。あれミスターを葬り去る、きっかけやったんですけどね。戦
プラスに考えるとすれば、まあ、結局ミスターはレプリカ倒せず、で、僕は無職でお金は余った状態、まあ、失うも失いましたけど、まあ、プラスに考えると転職できた状態なんで、フィールド戦闘の旨味も出てきましたんで、まあ、これからもちょっと頑張っていきたいと思います。それでは35、36週目ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ダッサマジで、うわ、もう、震える。何回ミュートにして咳したか。バカすぎ。